その時に備えていますかと書かれたこちらの防災コーナー、さまざまな防災グッズが並んでいますが、日頃から備えておきたいのがこうした防災バッグです。鳥取市のイオン鳥取北では、毎年この時期防災コーナーが設けられています。簡易トイレや充電器、水で膨らむ土のうなど、今年もおよそ150のアイテムが並んでいます。その中で新たに登場したのが、こちらの紺色を基調とした防災バッグ。その大きな特徴は、イオンの女性従業員が考案したものになります。その名も女性に優しい防災バッグ。ブランケットや簡易トイレ、ボディタオルなどの定番のアイテム16点に加えて、生理用品や化粧水、ポケットミラーなど7点が入っています。イオンリテール商品開発部の女性従業員が、女性の目線で避難時に必要なアイテムを厳選しました。従業員と、あとお客様の店頭の声から、その女性が使い必要なアイテムというものが、ちょっと普通の防災バッグには少ないということから、開発に至ったと。またデザインや使いやすさにも工夫が。バッグには暗い時間に備えた反射材のほか、中身が取り出しやすいよう2箇所にチャックがついています。重さも全部で1キロと、女性でも持ち運びやすい軽さです。いつ起きてもおかしくない災害、必要となるものを具体的にイメージして、普段から備えることが大切です。